ゴール前へセンタリング、よしもらったぞ。なんか得点があった。あっと、なんだあいつ。なんとボールをインターセプトしたのは明和の4年生でただ一人のレギュラー沢田武史くんです。しびれは収まったぜ武史、いいぞ。そのままゴール前へ持ち込め。くそ。沢田君、スピードの乗った素晴らしいドリブルで南角バックスを次々に抜いていきます。おい、あの子、あれって本当に4年生？これなんか6年生で補欠なのに。セントリングだ。さあこのまま沢田君が日向君に合わせれば令和の得点は確実です。沢田君、うまくセンタリングできるか。しまった。さすが美咲先輩。いいなー。